第1ラウンドが始まりました。いやこれも注目ですよ。そうですね、山本選手がすごくあの滝沢選手たちと練習しているということで、はい、もうかなり強いと噂の選手で、そうですね、対する宮島選手も、まあ、クレイジー AB と所属ということで、はい、まあ、セコンドは山本アーセン選手もついていて、うん、お互い気持ち強そうですね。そうですね。さあパンチで飛び込んでいく山本、入れ替えていきますのは宮島です。宮島睦月はディープ、これが初参戦となります。崩していく、やっぱりレスリング、組は強いですね、はい、宮島選手、うん、さあバックを取られ山本どうするか。膝を入れていくのは宮島。さあこの体勢山本どういうところを気をつけていきたいですかね。これ強いパンチ狙ってるんで、はい、うん、しか見てましたね、うん、飛び込んでいくコンビネーション宮島、早いですね、早いですね、かいくぐるように山本、膝を入れて押し付けていく宮島です。対する山本はゼスト出場経験があり、ディープフューチャーキングトーナメントを経てディープ本戦初出場のファイターです。デビュー戦チャンスを生かして結果を出したいと前日計量で語っておりました。アクション、膝を入れて、入れ替えていきます。おお、いい攻防ですね、うん、許しませんでした宮島。この後の展開どういうところを期待していきたいですか。まあ、投げてのグラウンドの展開か、まあ、離れ際とかですよね、はい、際にハイキックとか、うん、まあ、ここからも強烈な、おおっと投げていった、そうですね、この離れ際とか結構隙あるんで、はい、そういったところはチャンスですよね、うん、まあ、宮島選手この打撃も結構コンビネーションも多くて、はい、ああ、結構山本選手が意外と打撃は対応できてない感じがあるんで、うん、ちょっとステップワークとか見てても、はい、ちょっと打撃の体勢がないかなという感じですね。となると山本どういうところに活路を見出していけばいいですかね。そうですね、まあ、どういうスタイルで戦っていく選手なのかちょっとわからないんで、飛び込んでいくの山本、間合いを詰めていきます、うん、こういう、まあ、肘とかはいいですよね、はい、多いですね、崩していく、そしてバック、山本が今度は張り付いていく、選手もねクレイジー B だったり、この辺はね、うん、強いと思うんですよね。残り時間30秒、再び打撃です。ちょっと息上がってきましたね、はい、山本のパンチも当たる、入りましたね、強烈な一撃、宮島のパンチが当たっています、
第1ラウンド終了です。ここで第1ラウンド終了です。なかなか息詰まる第1ラウンドでしたね。そうですね、両者かなり消耗したと思いますね、はい。ただ、宮島選手の方が、スタンドの打撃と、山本選手が攻めきれてない、ペースはやっぱり宮島選手ですかね、はい。この1ラウンドを踏まえてのこの後最終第2ラウンドですけれども、宮島の方は変わらず今の流れ動きで戦っていく。そうですね、やっぱ打撃がちょっと差があるようにちょっと感じたので、はい。打撃の方がいいんじゃないかなと。あとやっぱ体力量、お互いスタミナ結構消費してるんで、スタミナがどれだけどっちが持つかっていうところは見どころですね。この後の勝負際でそれが左右されるわけですね。最終第2ラウンドです。大きく動くのは山本。そうそうそう、ジャブと入ります。左のキック、宮島。足技器用ですね。はい。蹴り。うお、うまい。パンチも当たります、宮島。そうですね、ちょっと反応できてないですね。うまいですよ、前蹴りと見せかけてハイキック、はい、ハイキックと見せかけて前蹴り、前蹴りと見せかけてパンチで、ちゃんとこう打ち分けがすごくできているので、はい。腰もやっぱ強いですね。倒されませんでした。コーナー押し付けるのは山本。ここからだと、そうするとあとは入れ替えてというところですかね。そうなんですよね、山本選手がそうあそこ組むところまで行くんですけど、そこからちょっと攻めきれない、はい。宮島選手がそれだけ腰強いっていうことだと思うんですけど、そうなるとちょっと展開作れないんで、厳しいかなって感じですよね。なかなか攻めどころが出てこない。さあ、バック取って宮島。やっぱり宮島はここはこのいい展開を合わせずにというところですかね。そうですね、せめて1本取りに行きたいですよね。はい、ラスト3分、宮島家ラスト3分グラッチ持っておけばいいよ。そのままマウント乗ってもいいし、そうじっくり時間使って、はい。最後終盤で決めに、はい、だから決めに行くまでの布石をどんどん作っていく、さっきの村上選手ですか、はい、村上選手みたいな、はい。そういうフィニッシュに持っていくための、はい、攻めをこうできるといいですけど、はい。さあ、下懸命に暴れて体勢を整えていきたい山本。おお、いい体だ。膝。お、当たったか。ちょっと、なんか効いてるような感じありますね。そうですね。外れたかと思ったんですけど、かすってたのかもしれないですね、ちょっと。はい。それでも懸命に抵抗している山本。仕留めに行くか、宮島。相手の腕を封じてパンチ。いや、山本しんどそうですね。厳しいですよ。相手の顔の上に肘を置こう。動き続けろ。そうそうそう、それそうそう、嫌がってどんどんしていこう。嫌がってるよ、嫌がってるよ。下になって抵抗してパンチを当てる山本なんですが、起き上がれるか。パンチを落としていく、そしてバック。いや、この抵抗しても抵抗しても抜け出せない。そうですね、もう瞬発的に動かないとやっぱこういうのって脱出できないんですよね。はい、
残り時間1分。どこかでせーのでどんでいかないと、本当一発しかないんで、本当に一瞬しかないんで、はい、本当にこれはもうトレーニングしないと脱出する、なるほど、一瞬でもう全力使わないと、はい、もう本当消耗していくだけなんで、お、下から腕を取るか、残り時間30秒。さあ、みんなでこうパンチを落としていく。もうあとはそうするとまとめていく感じですね。手足長いですからね、届きますよね。そうですよね。強烈なパンチ。なんとか足にしがみついている山本。ここで試合終了のゴング。いやー、庄司選手からも思わず拍手が上がりましたけれども、どのようにこの2ラウンドの戦いをご覧になってましたか。そうですね、やっぱり1ラウンドのそのままでやっぱちょっと攻め手がなくなったなっていう、はい、倒せないっていう時点でちょっと攻め手がなくなっちゃって、まあ、そのままいったかなっていう感じですかね、はい、宮島打撃でもこういいところを見せてというのがそうですね、なってましたね。判定の結果をお伝えします。判定です。ジャッジ永瀬20対18、赤宮島。2人目宮島。ジャッジ増宮20対17、赤宮島。2人目宮島。ジャッジ福田20対17、赤宮島。よってこの試合3対0、待ちまして勝者赤コーナー宮島睦月。リーグ初参戦の宮島睦月が山本有人を下しました。第6試合です。さあ、この姿どのように評価しますか。そうですね、もうすごくもう実力ある選手なんで、はい、まあ、本当にこの形でどんどん勝ち上がっていってほしいですね。やはりこの強豪揃いというところではもちろん庄司選手もいてというバンタム級戦線ですが、下から駆け上がってくるファイターというのは本当に多くいますね。そうですね、本当どんどん強い選手が上がってきてほしいですね、はい、そしてその前に庄司選手が立ちはだかるというところも楽しみですね。そうですね、まだまだ頑張らないといけないですけども、はい、まあ、山本の方もこの敗戦となりました。デビュー戦でしたけれども苦しい戦いを乗り越えていってほしいところです。第6試合は宮島睦月が判定3対0で勝利しています。